2つの大陸にまたがり、古くから東西文明の十字路として栄えてきたトルコ。IHI グループは1974年のゴールデンホーン橋建設以来、トルコ国内のさまざまな橋梁の建設や耐震補強工事などを請け負ってきた。道路交通などのインフラ整備に大きく寄与した実績が評価され、現地で高い信頼を獲得している。今回観光したイズミット湾横断橋、トルコ最大の都市イスタンブールと第三の都市イズミルを結ぶ高速道路プロジェクトの一環で、吊り橋の基礎部分を含む橋梁全体の設計から建設まで一括で行った。全長2682メートル、中央景観1550メートル、世界第4位の吊り橋。この横断橋の完成により、今までは車やフェリーで1時間かかっていた移動がわずか6分に短縮された。しかしこのプロジェクトには多くの課題が待ち受けていた。まず地震多発国トルコに架かるこの橋には、マグニチュード 7.9 クラスの地震に耐えうる高い耐震性が求められた。また水深40メートルの地点に陶器層を設置するため、高度な海中工事の技術が必要となった。そしてこれまでの長大吊り橋と比べ、短い時間の中での完成に向け、 IHI はグループの総力を結集した。橋梁建設はケーソンの政策から始まった。ケーソンとはコンクリートや鋼で作られた巨大な箱。今回は主塔の基礎として採用された。海底ではケーソン設置範囲を平らにし、地盤強化のための杭打ちの作業が進められた。杭打ちが完了後、その上部を砕石層で覆う。今回の施工では耐震・免震性能を高めるため、吊り橋では世界初となるユニークな工法を採用。多少の揺れはケーソンと砕石層の摩擦によって吸収されるので、地盤が激しく揺れても上部構造への地震の揺れの伝達を緩和する設計思想となっている。スチールシャフトが取り付けられ、ほぼ完成したケーソン。主塔の設置場所まで曳航され、バランスを見ながら沈められた。こうして主塔の基礎となる部分が形作られていった。主塔用パネルの製作が始まった。出来上がったパネルはブロックに仮組みされていく。わずかな歪みが主塔上部では大きなズレとなるため、高い精度が求められた。工場で本組みしたブロックは現場へ輸送された。ブロックの重量は200から300トン。主塔中間部までの建設はフローティングクレーンを使い、ブロック単位で行った。中間部から上部は IHI グループのジブクライミングクレーンを使用し、およそ40トンのパネルを1枚ずつ吊り上げて工事を進めていった。
最上部が取り付けられ、高さ252メートルの主塔が完成。この主塔はケーソンができてからわずか6ヶ月という驚異的なスピードで完成した。ケーブルの仮設工事では、まず資材を輸送するためのホーリングロープがかけられた。そして作業を行うための空中の通路、キャットウォークがかけられていく。メインケーブルの仮設が始まった。まず工場で鋼線を127本束ねたストランドを製作。そのストランド110本を束ねて橋を吊るメインケーブルとした。また今回の工事ではメインケーブルの角度を変える工夫をしたことで、陸とケーブルをつなぎ止める役目のアンカレッジをコンパクトにすることができた。工場では橋桁の製作が進められた。橋桁は全部で113ブロック。一つの長さは25メートル。重さは360トンにも及んだ。橋桁の仮設が始まった。吊り橋につながる陸上部分の桁仮設も並行して行われた。メインケーブルには桁を吊るハンガーロープが取り付けられていく。桁は工場より台船で現場まで輸送され、次々に仮設。今回のプロジェクトでは工期短縮のため、工場で事前に桁を2つつなげ、50メートルを一度にかける方法も採用した。橋の4箇所で同時に仮設を進めていく。そしてついに最後の桁を仮設する日が来た。桁の直下吊り仮設が始まってから1ヶ月という短い工事期間で仮設を終えた。その後も橋の塗装、道路の舗装工事が進められ、徐々に完成の日が近づいていく。そして2016年6月30日、イズミット湾横断橋は開通式を迎えた。ここまで42ヶ月。このプロジェクトでは、主塔・橋桁のほぼ全てをトルコ国内で製作した。 IHI グループは工場、現場での技術指導、品質、工程、安全管理を行い、日本とトルコが共に手を取り、チームワークを発揮し、大きな壁を乗り越えていった。そしてイズミット湾横断橋は日本で一番権威ある土木分野の賞、土木学会田中賞を受賞した。技術をもって社会の発展に貢献する。人材こそが最大かつ唯一の財産である。 IHI グループはこの経営理念のもと、常にステークホルダーの皆様、そして仲間と共に歩み、より良いグローバル社会の実現を目指してまいります。